はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、キコーナチャンネル、本日はキコーナ吹田店から生放送させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。今日ちょっと店内ね、業者さん入ってまして、ちょっともしかしたら、はい、放送中もカットインいっぱいしちゃうかもしれませんけど、そうですね、その辺はご了承いただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、吹田はね、ここ最近パチンガーズということで、ユニット君でやってたんですけど、アミューズとしてやってました、ね、はい、ということで解散解散しました。解散して、解散総選挙した結果、はい、勝ち残ったのが彼、彼です。はい、じゃあちょっと初めてなんで自己紹介軽く、はい、皆さんに教えてもらってもいいですかね。お願いします。はい、今年の4月から新入社員として入りました。ブラキングブラキング、はい、ブラキングなんでなんですか。ブラキング、そうです、コンプラがいっぱい入るんですけど大丈夫ですか。あかんの。まあまあ下水ということでいいですか。そうですね。さっきね、店長に聞いたところ、新卒の方ということで、はい、吹田店配属まだ、2ヶ月ぐらいかな。そうですね。いかがですか、吹田店。ちょっともう慣れましたか。そうですね、忙しいので、はい、走り回ってはいるんですけど。お、走り回ってる。はい、最初入りたてよりかはまだ慣れはできました。慣れはできました。わ、はい、かりました。慣れはできてきた。慣れはできた。よかったよかった。はい、ということで、今日はじゃあパチンガーズの相方ということですかね。はい、ブラキングとマコマコで、はい、新しい相方で、ね、ちょっと寂しいですけど、新しい相方やつはいらないんで。もういらない。もうあの子は門間に魂売ってるんで。はい、そうですね。この間僕が一人でラーメン食べてたらいました。え、嘘。店長言うて誰かな思うたら寂しそうやった。もう大丈夫です言ってたけど、その後もどうせ休んでんやろ。休んでちょっと門間行ったら相方がちょっと元気出せよって言ったってみんな。よろしくお願いします。ちなみにブラキングさんおいくつですか。今年25歳になりますね。若いですね。え、まこまこさん新入社員やのに25歳ってことは、お、はい、計算合わへん。普通じゃ合わへん。そうやな、ピチピチやったら22、3。はい、これなんか深いわけがあるんですか、ね、いや、まあ2年ぐらいちょっと、まあ、海外の方にな。そうです、ね、留学してたからな。留学してた、はい、いろんな経験を積まないといけない。あ、じゃあちょっと語学堪能なんかな、うん、そうですね。そうですね。嘘ばっかりって、お前大阪44大学やからな。それはもう堪能やな。あ、なるほど、はい、じゃあその辺もちょっとね、今日は一応日本語じゃない台使いますんで。ちょっとね、ハングルの方も精通してるかわからないですけども。専門は何語やった。専攻はフランス語です。マジで、はい、フランス語。じゃあちょっとフランス語で自己紹介とか。また次回お願いします。次回。あかんねや。わかりました。三郎三流どっちって言われてますけど。めっちゃ突っ込まれてる。お察しいただけたらいいですか。底辺です。底辺。、まあ、だからこそ今日選ばれたかもしれないですけど。まあ、今日は、まこまこさんとね、ブラキングさんと店長でやっていきますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで告知が一応ね、ここあるんですけど、これは7月ね、頭4月1日はい、一大決心ということで、こちらはもう毎月1日ね、朝10時オープンということで。そうです。なんか7月入るの早いですね。もう6月終わりということで、サッカーもね盛り上がってますけど、店内どうですか。サッカー、にわかサッカーファン増えましたか。いや、めちゃめちゃ増えてます。にわかサッカーファン。ワールドカップの時だけの集いをやってますんで。なるほど。毎晩。ちなみに3人はサッカー経験はなかったでしたっけ。僕は小学校から、そう、あ、幼稚園から小学校卒業までやってました。あ、サッカー一応やってたんやね、はい、かじってた。あんまやな。まあ、まあ、高校ぐらいまでやってたらちょっと本格そうですねっぽいけど、まあ、遊びと一緒ですね。まあまあまあ、ちょっと物心つくぐらいやめたような感じだけど ね。店長サッカーやってなかったでしたっけ。やってないです。やってなかったから。店長なんかサッカーっぽいイメージがなんか勝手にありましたけど、ぽいぽい。野球部ではないよね、サッカー部って感じだよね。まあ、まあ野球部ではないですよね。、うん、よっちかったらサッカーって感じですけど、ね、野球部でこんな髪しとったらしわがれてる。ちょっと坊主してたっていうのがね、意外になるかもしれませんけど、まあぜひ4月1日まだもしかしたらね、日本も勝ってたら、7月も、ワールドカップずっと試合続きますし、ますよ。大丈夫ですよ、いける。はい、ポーランド戦か次、はい、でちょっと明日ですね。明日です。明日の11時は、お仕事中になりますけど、どうするんですか皆さんは。いや、ここでにわかの集い。11時に終わってからちょっと。なるほど。はい、はい、仕事終わらせなあきませんね。仕事終わらせてちょっと一旦集まります。一旦ね。
はい、まあちょっと買ってね、ちょっと喜びながらまた仕事再開したいなって感じですけど、まあぜひ明日もね日本戦楽しみにしたいと思いますので、まあ今日は、今日はニコ生の方でお願いします。そうですね、頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、ツイッターもね、スイタで始めてますんで、ぜひあとなく気候なスイタで、はい、登録していただいてね、フォローはなっていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。僕が9割つぶやいてる、9割つぶやいてる、はい、じゃあこの間 の私ちょっと見たんですけど、あのにわかサッカーの集いはあれば店長が挙げた、あ僕が挙げたやつです。あいいですね、はい、こうスタッフさんのこうねその感じが見れていいんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、どんどんね、各店舗でいろんな方もつぶやいてますしね、まあ、ぜひ、見ていただけたらと思います。ということで今日は寝台が一応ね、ありまして、こちら冬ソナなんですけども、これ3人はまだ売ってない、もう打ちました、打ってません、売ってないです。お、じゃもう売ってない、売ってません。さっきちょっとだけあれですよね、試し打ちというか試し打ちしましたけど当たってはなかったですね、はい、ちょっと仕込みやってくれるんかな思ってたけど結構当たらなかったんで、当たりませんでした。そうですね、今日はちょっとミドルタイプですけども、まあ3人いるんで、はい、ちょっと息統制の二の舞はちょっと完全に僕に任せてもらえればやっぱ出た、いやもう今完全に調子を取り戻したんで、あ本当、じゃあ時間もう喋ってる場合、まあ、時間ない、ね、じゃ あの早速打っていこ、はい、ましょうか、お願いします。はい、じゃあ3台あるんで誰か当たって連チャンしていただけるんじゃないかなと思いますけど、まあなかなかね、継続率が 60% ぐらいなんでちょっと連チャンは難しいかもしれないですけどね、やっぱり店長はあれですね、左角がいいです、左角、いや僕一番左じゃないとダメな、ね、ちょっと落ち着かないよね、はい、そうなんです、カスタマイズはしていいですか、あ、カスタマイズするの、あ、いいですよ、置きバチモードで、あ、置きバチモードいいですね、まああの自分だけに分かるというかね、あのエアバイブ出るの溜まってるんで言うて言うて一応、冬ソナはね、オーソドックスなミドルタイプですけども、まあ、ゼブラ、大雪モード、あとメガポラリス、軍予告、金系の予告かな、その辺が出ると割と熱いですね。あとリーチは、初雪リーチと雪だるまリーチが確か激アツだったと思いますね。あ、そうそう、さっきリスナーさんが、多分スイタのツイッター見てた人ですかね、サッカー買ったら外の川飛び込むって言ってたよっていうコメントいただいたんですけど、あ、そうです、嘘、誰が飛び込む、買ったら、はい、道頓堀じゃなくて、はい、目の前の店の横の神崎川飛び込むってこれはね、グループあれ突破したらってこと、いや、違います、あ、買ったら、コロンビアに買ったら、あ、コロンビア買ったら、え、はい、もう飛び込みました、嘘、飛び込んだら、はいはい、危な、結構水深深いんじゃないですか神崎川大丈夫だ、いや大丈夫、大丈夫です、あれも結構道頓堀とかみんな飛んでるみたいですよ、え、あ、飛んでたんですかあれ、うん、まあ周りは綺麗になりましたけどね、中、うん、水質はやっぱりちょっとあんまり良くないような気はしますけどね、まあちょっと事故だけは気をつけていただいて、まあ、神崎川もありますんでね、はい、はい、明日ちょっとポーランドに勝てばね日本もグループリーグ突破なので引き分けで大丈夫です、あ、引き分けていける、はい、まあちょっとねどうなるかなって感じですけど、まあ本田さんがねちょうどこの間やっぱり有言実行というか点取っていただいてね引き分けには持ち込みましたけど、はい、結構サッカー好きなというかもともとサッカーされてた方もいるんですか、スイタのスタッフさんは、いや全然、あ、一人いますね、あ、一人いる、はい、なんかワールドカップの時期になるといきなり解説者増えるじゃないですか、いや、そうそうそう、この時期だけですよ、そうそう、で、誰出した方がええとかね、ゴールキーパー調子悪いから変えようとかね、まあちょっとね明日はどういう布陣になるか分かりませんけども、まあ川島さんが出たらちょっとまたブーイング起こるかもしれないですねいや、ほんまに危ないです、ねえ、まあ、あれちょっと素人目で見てちょっと分かんないけど、でもやっぱりあんまりちょっとやっぱ良くないよねいや、えお、いきなり赤保留来た、おい、お、ほんまや赤保留やわ、なんかめっちゃ回らへんねんけどねついたで回れへんわ、ね、ちなみに今回ね冬の外だったからか分かんないですけど、ゼブラ系が出るとヒヒーンって鳴くみたいでね、ゼブラ、シマウマのなんか音でかなんかわかんないですけど、ゼブラの保留が出るとヒヒンって鳴くんですよ、台が、だからすごい分かりやすい感じにはなってましたね、
じゃあ今ブラキングさんの代は赤保留でエピソード続いてますので、そんな簡単に当たると思うなよ。いやもう当たりますよ。そんな簡単に当たると思うなよ。捨て台詞みたいな時に。これは学生編なのかな。あ、エピソード3までいきましたね。当たるわ。そうそう、上雪だるまありますからね。え、これ雪だるま。そうそう、これそれ上雪だるまなんですよ。わ、なんかパズルチャンス。さあ、これはリーチ、じゃあこのままあれかな、発展すんのかな。エピソード結構長いですね。長いです。結構長かった。長いな。あ、そうですね、メガポラ発動。あ、これ一応リーチ一番強いリーチですね、初雪リーチ。え、ちょっと待って、今キュイーンって出ちゃった。これ熱いんちゃう。タイム、タイムなんちゃら。カウントダウン入りましたね。ギジさん、これあれやな、店長も熱いし、ブラキングもまあまあ熱いな。どっちが先当てるやろ。いや、若いからやっぱ知らんねや、昔の冬のソナタを。いや、多分僕が一番早いと思う。まだ何にも来てないけどね。うん、あ、赤ですね、チャンス。これ一番強いのが金やったかな、確かね。あれ店長の台はまだあれですね、作動しますけど、これは圧とかなんかな。それかメガポラかな。いやー、ほんま、あ、圧ですね。圧って言ってるだね。ただ3点どうやろうな。4も2を引きに来ました。あ、おー、あっさり当たった。簡単やな。いやー、すごいすごい。パチンカーズより仕事しますね、この方。まあ、さっきな、さっきなって。あんまいらんこと言わんと思う。店長、仕込めてはなかったからね。仕込めてなかった。はい、ちょうど4問に出ました。カフェン当ててくれよ。これはもうカフェンね、成り上がり欲しいですね。ボトーツ。相変わらずいつものコメントありがとうございます。今日も川岸からこんばんは。まあ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 、なんかそういうとこやんな。そういうとこやん。そういうとこちゃうわ。早当てんかい。なんや、あかんかったわ。そうですね、ちょっと3点でちょっとあさりでしたね、リーチが。あー、ブラキングさん一番乗り。やるやん、すごいな。ブラキングさん、ちなみにこういつも通りというか普通はパチンコとスロット打ちに行かれるんですか。結構打ちますね。最近は何打つんですか。もうスロットばっかり打つんですよ。あ、スロットなんやね。なんか得意機種あるんですか。この台は勝率いいんですっていう台。そうですね、好んで打つのがあのアクロス系の A タイプ。めっちゃ渋いっすね。若いのにアクロス系って。めっちゃ好き。パチンカーズのあのマコマコさんとは一緒に行かないの。右隣の先輩とは。そうですね、まだ連れて行ってもらったことはないです。連れて行ってもらったことない。まあ連れて行く気はないんで。ないんや、仲悪い。調子いいからね、今ね言うてたからね、調子いいって。あの、そんなやつ乗っからせるわけにいかないんで。なるほどね。今ちょっとね、一回当たって調子乗ってしまうかもしれないからね。はい、僕はもうあの、でも腹から緊急入院モードしか出なくて。なるほどね。事故るやつね。まああれもね、過去編やからね。まあ、あれ以外の当たりは当たってないって言ったら。どういうこと。まあ、出玉出たらええやんと思いますけど。ありがとうございます。じゃあこれで、はい、ブラキングさんは一番乗りでした。川飛び込んで警察もお世話になりませんでしたか、ということで、多分大丈夫やったかな。山形からこんばんは、岩手からこんばんは、ね、いつもありがとうございます。山形のいつもの方。そうですね。激アツカットインということで、でちょっとね、周りが、作業をね、ちょっとされるということで、ちょっとね、放送中もしかしたらこう音等も入るかもしれませんけど、ご了承ください。ご了承ください。柔道のココちゃん中毒者ですということで、いつもありがとうございます。庭商店長、髪型変えましたかって言われてますね。いや、変えてない。この何ヶ月かは同じ感じな気はするんですけどね。久しぶりに見たらあれかな、ちょっと変わってる感じがあるのかな。2ヶ月ぶりですけどね。そうですね、2ヶ月前は、はい、とは一緒な感じはしますけどね。ちょっとちゃうかな。どっちやね。いや昔はね、あのサラサラの黒のヘアのイメージが多分強かったと思うんでね、はい。まあ、早速ヨーモニーはね、ブラキングさん1ヨーモニーですけども、テントは初代とか2ファイナルは打たれてたんでしたっけ、冬ソナは。いや、もちろん打ってますよ。でも冬ソナはもう演出等はかなり詳しい感じですかね。いや、
もう覚えてないですけど、あれファイナルで何年ぐらい前ですか？5年ぐらい前、そんなもんちゃいます。まだね、あのスイタテン、ユーパチはファイナルありましたけどね、はい、覚えてます。だからファイナルで 5、6年前でしょ。そうですね、結構前やったと思うんですけど、はい、多分5年ぐらい前だと思う、まあ、ですね。初代は売ってましたよ。あ、初代は売ってた。5年前ぐらいはもう売ってないです。逆に、あ、ファイナルは売ってない。店長ね、割と波の荒い台好きでしたもんね。ガロとかね。そうです、そうです。5年前ぐらいはね、はい、結構ね、だから10年前ぐらいは売ってましたよ、はい、まあそういうふうな売ってた、はい、はい。まあ、この台もリメイクでね、初代と、2の、合体みたいな感じっていうふうにね、よく言われてますけど、まあ、でもあのやっぱ女性人気高いような気しますね、ホール見てたらね。はい、お母さん方が、ね、お母さん方ね、はい、冬ソナ自体半券もほんと古いんですけど、それでもねやっぱり打たれる方多いってことはすごい覚えてるんでしょうね。ね、これ以外だって韓流のリメイク今ないですもんね。台が今はないっすね。なんか久しぶりですよね、韓流のあのドラマの台ね。久しぶりじゃあ久しぶり。ちょっと前やったらその同じヨン様のね、太陽詩人記とかもありましたけど、だいぶ前っすよ。そうそう、それでも前ですもんね、うん。あとまあよく言われるのはね、チャングムの誓いとかね、 ありましたけど、もう多分パチンカーズのまこまこさんとブラキングさんとかその辺の台は触ってないですよね。知らんやろ自分は。僕知ってますよ。あ、知ってんの？知ってはないですけど。あ、だってチャングムも相当前ですからね、あれサミーのめちゃめちゃ昔の筐体やったと思うんですけど、確かに韓流のドラマ本当ないね、台ね。ないですね。昔ちょっとブームでね、結構あったんですけどね、春のワルツとかもありましたもんね。今日窓曲げでアルティメットイン、アルティメット引いたけど全部飲まれましたってありますね。これはミドルかな、ライトミドルかな、お疲れ様です。熱帯夜暑いですね。クールな冬ソナうちですかということでね、まあ梅雨夏やけどね、冬ソナ発売っていう、まあ、もうすぐウルトラセブン2も出ますんでね、ちょっと強楽さんあの力入れてますね、かなり。今日負けました7なのにってやってますけどね。あ、7ってことあれか、27日ってことよね。あ、まあ、結構そういうね、こう験担いで行かれる方も多いですけどね。店長、そういうのは気にする方なんですか、日にちとか自分で家に行くときは。いや、気にしないです。全然もう関係なしで。関係ないです。まこまこさんとブラキングさんは家に行くときは気にする、日付とか。僕全く気にしないです。あ、もう全然、もう好きな時に家に行く。まこまこは365日行ってます。そうやそうや、週7、はい、週8とか言ってたもんな、はい、もう全然関係なしやね。全然関係ない。いや、若い時は気にしてましたけど。あ、確かにね、うん、まあ、だんだんこう気にならなくなる感じなんですかね。そうですね。まこまこさん、何やったら勝とうと思って行ってないですね。あ、なるほど。店長は結構あれですか、好きな台を打つ感じですか。一応データとか見るんですか。いや、見ないです。あ、全然見ない。もう打ちたい台打つ感じ。何やったら負けたいです。負けたいってどういうこと。どういうこと。時間買いに行ってる感じだよね。いや、そうですね。まこまこさんはデータ取る。あ、僕は取らないです。あ、取らない。あの、そんなもん必要ないんで。あ、そう。いや、ちょっと調子乗ってるね。最近ちょっと買ってるから羨ましいですけどね。まこまこさん、トータル今どれくらい負けてる、買ってると言われてますけど。今年ですか。そうですね、今もう上半期終わろうとしますけど、2018。あ、暑いやろな。あ、まあ、SPSP って書いてるから暑いやろ。一応、ブラキングさん発展は濃厚ですね、これね。緑フリューからめっちゃ言うな。僕もう負けるもんや思って行ってますから。あ、本当ですか。はい。あ、金まで行ってる。熱い熱い。赤保留なります。ちょっと待って、おブラキングやばいな、ばい引き強。ありがとうございます。そうですね、赤保留やっぱ熱いんやね。この間ゼブラ保留でも外してた人とかもいました。あ、時間予告じゃないですか。おっと、金来たーってやってますね。時間予告来た。偶数転売が嫌ですね。そうですね。あとちょっと軍予告とかなかったね、時間予告。あ、ちょっと待って、これ大雪モード行ってるしますね、店長。はい。あれ、おかしいな。まこまこさんの台静かやな。
大丈夫かなこれ大丈夫かなもう1300はまるやんあ、大雪来たということで、一応大雪モード、チャンスはチャンスですね。で、まこもこさん、上半期も過ぎますけど、トータル収支どうですかって言ってますね。あ、まあ、1月、2月、しこたま負けたって話だと思うんですけど。そうやね、言ってたね。だ今まで、お、もしかしたらプラス？プラス 30K? 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 30K で言ったら 300K ぐらい。あ、マジで。すごい盛り返しましたね。いやもうほんまに死にそうでした。死にそうでしたじゃああと下半期まだあと半年ね、6ヶ月ありますんで。あ、ちょっと待って、ブラキングやばい。外れてます。外してるやん。いや先読みで陽もに言うてくれたけど。いや流れ星流れた。響き響きそれそれ新ホギアやほんま。うわ全然あかんやん。あー、カフォリュー外れてもたね、ブラキングさん。韓国ドイツ相手に頑張ってるよワールドカップってことで。あ、そうか、今日韓国ドイツか。もう韓国はあっかんねやったっけ。もう2敗してたっけね。また好きで好きで出る。おお、これあれかな、時短中は結構出やすいとかあるのかな。いやこれエンジョイモードやからじゃないですか。どういうこと。エンジョイモードが先読みありなんで。あ、そっかそっかそっか。あ、エンジョイモードやから来やすいってこと。バカみたいに。あ、そういう演出か。バカみたいに言うたなあ、そうだね、まあ、シンプルとエンジョイ。 あ、そういうこと。俺もエンジョイモードやからってこと。じゃあシンプルにする。僕もすでにシンプル。あ、でも大雪。あ、ブルったで。うそ、お、軍来た。ほら、軍来た。忙しいな。これはまあまあ、エンジョイモードやからな。そうですね、僕の方見といてよかったです。ああ、僕は。ごめん、二人とも軍来たで、忙しいな。やめようかな。やめたか。大丈夫ですか。これあれよね、二人出てたら面白くないもんね。最初の頃のウシトラと同じパターンだ。お前やわ。あ、ちなみにこれ店長激アツリーチですね、雪だるま。そう、あの学生編では一番熱いリーチですね。軍予告2つ出てたね、まあ、急にエンジョイでいいですよってあ、金来た。これ店長もろたんちゃいます。これ熱いんや。熱い熱い。金です。ブラキング3回目の赤ホールですか。ほんまや、もう忙しいな大あ、店長当たった。おお。いやー、まこまこさん置いていかれてんで。簡単やな。さっきも言いましたけど、はい、緊急入院モードしか狙ってない。なんか行ったら勝てる気するわ今行ったら。ヨーマギーってね。まこまこさん何しに来たって聞いてました。緊急入院モード。あ、そうやね。当たり方をあれやね、違う風にするってことやね。はい、あのそこしか狙ってないんで。それ なるほど。ワンチャンね。ブラキングも。ブラキング。あれ。赤保留の雪だるま軍はちょっと弱いのかな。復活あるんじゃん。復活、まあ、あることもありますよね。あー、ないです。ないですだから以上現場からお伝えしましたみたいな。あ、これでエンジョイモードやからやで。時短中な煽りが多いねって言ってますけど、割とね、時短中はなんか緑保留が出るイメージは多かったんですけどね。赤2回外れてしまったね。早くまこまこさん押してマイル見せてよ。あ、任せてください。押してマイルボタンね。で、過去編まだって、ってやってますね。店長、時短ですか。店長は一応、グース図柄だったので、まだチャンスは残ってる。まあまあ、昇格もしかしたらね、あの最後とかであるかもしれないですけど、雪だるまっていいんじゃないのって言ってますけど、軍的には多分、ミニョン軍の方が上やったかな。その上が確かオールスター軍やったと思いますけどね。時短中はきついのよく外れますねーということですね。過去編見せてお願い。過去編はなんかまこまこさんがね、緊急入院モード待ちなんで。はい、緊急入院狙ってる。ええで、ブラキング隣の軍が隣の台まで来たのかな。そうですね、間違いない。前から思ってたけど、冬ソナの映像が汚いって言ってますね。これ、まあ昔のドラマやからな。それでも画面大きくなったから綺麗に見えるけどね。いやもう十分ですよね。え、全然綺麗やと思うけどね。本当懐かしいですけど、春のワルツは好きでしたって言ってますね。冬ソナ高齢の人たちが打ってたよ、席動かないぞって空気出してましたよって言ってますね。あ、なるほど。もう台数多い店はねいいですけど、やっぱ台数少ないと争奪戦になりますからね。庭商店長も離婚したって言われてますけど、これはなんかどっかの放送で言ってたんですかね。よっそんなこと言うたことないよ。あれほんま言うたことあったかな。いやー、身内じゃないと思うけどな。
あれかな、私が来た時は多分そういう話はしてなかったから、その前とかはしてたんかもしれへんな。じゃあ分かんないけど、まあ気になってる方もおられるみたいですね。記憶ないな。あ、記憶ない言ってますけど。まあまあね、いろいろあるよ、生きてるんだもん。これで店長も、チャンスタイムですね。まこまこさんはど時短何回ですか？え、僕時短なんか取ってないですか？あ、まこまこさんちゃうわ、ごめん、ブラッキングやった、ごめんごめん。え、あと20やろ？あと20回、うん、あ、そうか、見えへんのか。あの、あ、上の雪だるまがあるから。あ、こ、ない、ここにあるやん。あ、今は出てない。あ、今はな、はい、うん。元奥さんのリーチでね、これ見たら昔の台で京楽のマーク出てきて、それ見たら黒百合団地思い出すってことね。あったな、もう懐かしいな、黒百合団地。あれでももう6年ぐらい前ですからね、黒百合。そうですね、あれも ST 期でしたけどね、懐かしいですね。庭瀬店長、僕と結婚してくださいって言われてますよ。これ男かな。ありがとうございます。ありがとうございます。養育費ですね、伸びしろですね。なんかにわかの本田さんもいらっしゃいますけどね。一応これで、店長もね、ブラッキングさんも1回ずつ当たりましたね。え、まこまこさんの台はあれ？シンプルモードなの？はい、シンプルモードなんで、多分当たらん限りは映らないなっていう思ってます。いや、一応あれですよ、あの3台映してるんですけどね。はい、いや、でも誰も見てないと思う。誰も見てない。いや、でも緊急入門モードいつ来るかわからないですからね、本当。あ、来たらあの叫ぶんで。あ、わーって、はい、煽りからちゃんとあれですよ、解説してもらっていいですか？あ、わかりました。ただあのエアバイブだけは黙ってください。いや、言ってよ。その前にキュンキュンってなるかもしれへんけどね、確変やから。ホラー系のパチンコ打ったことないですって言ってますね。リングとかもないってことでしょうね、多分。リングなんかみんな打ってると思ってます。まあ、リングも、大のあれですね、オーイスもね、もうあれ、今5ぐらい出てるのかな、最新台とかね。また、8月に出ますか。そうや、新しいのね。あれも、コアタリラッシュ搭載やったかな、確か。そうですよ。じゃあ、この7月、8月は、ちょっと注目してる台とかあるんですか？個人的に面白そうやな、みたいな。いや、ないです。ないんや。なんかね、割と勝者というか、皆さんはね、ウルトラセブンズちょっと気になってる方多いみたいですけどね。ああ、いいですね。ねえ、結構台数も多そうですからね。ジャパネット高田店長も離婚して今は幸せそうって思ってますけど。まあそうですね、最近なんかね、お子さんもなんか元奥さんとも仲良しやっていう風にね、この間放送では言ってましたけどね。一番新しいリングの台、手が上に行くの全く怖くないよねって言ってますね。あ、上に行くのって。あ、ちょっとモードによって上に上がってきます。あ、変わるんよ。入院モードは吸引言わないよ、言ったらボーナスだもんって言ってますね。まあまあ言わん言わん。あれでも緊急入院モードでもエアバイブありなんですかね。いや、知らないです。知らんのか。まあ一応確変は確変やからどうなんでしょうね。今日はもう事故ったんですかって言うんですね。今日はまだ事故ってないですね。一応事故待ちは事故待ちですけど、今のところ安全運転なんで。安全運転。みんなあれですね、ちゃんと守ってますね、飛び出したりもしてないからね。一応、ブラッキングさんが1回とね、入所店長が1回、単発ですけども、はい、当たりは出ましたね。まあ、ただちょっと時短中の赤保留はあんまり期待しん方がいいのかなっていうのがちょっとね、ブラキングさんの台見たら分かった感じですけどね。たまたまちゃん、俺まだ来てへんよ。赤保留この短時間出てるってすごいよね。トータル3回出てますからね。すごいね、なかなかないよね。お、緑保留、赤なるで、赤あるかも。もう1回。あ、継続。ゲジさんはですね、濃厚。これ赤になりやすい。SPSP かな、赤かな。あ、これまた次回予告っぽくないですか。ちゃうかな。あ、金いった。あれは熱いんちゃう。あ、熱い。あ、グー来た。ミニオングー来た。これ来るやろ。
これ熱いリーチですね、激アツ。果たしてどうかな、果たしてどうかな友人で、いや来た来たってやつですね。ブラキングさんの概要くんね。ちなみにさっきのヨン様カットインの時にあのセリフがあったら濃厚みたいなのを雑誌で見たんですけどね。あのかな、まだタイマーありますねこれ。タイマーカットインの色かな、金とかかな。ちょっと熱そうですねこれ。ミニオング多めやな今日あ、ということで赤フリュー。あ、4回目。どんだけ赤フリューくんのよ4回目やばー、するやろ。いや、いいよいいよってね、タイマーいるってやつくそうやね、そうやったらちょっと別のタイマー欲しかったな。ここで変わられてる。さあ5点敗、赤の大安売り。お、当たった、すごい、ありがとうございます。え、5も分かんない。ただこれ5やけど格変ではないのか。5格変ちゃうの、キュンキュンってならん。これあれもね、5通常図柄すので、はい、3と7とソナタが格変でしたっけ。ヨン様モノマネ芸人にしか見えない。ペヨンジュンって言いましたね、ヨモギ、ヨモギ。あのヨン様愛してるっていうよ。単発地獄って言ってますけど、まあ引き戻ししましたからね。ボタン、アルバム開く前にボタン4回押して2人がキスしそうな写真がカットインしたら超激アツですって言ってますね。あの裏ボタンのやつかな。単発大当たりしか見てない。キム次長の図柄って言ってますね。キム次長は6やったっけ。あれ、マコモカさん、これ初めて発展ちゃいます今日。いや、一番最初僕、あ、そうか、2回目か、これ一人、緑捕虜できたんで。緑捕虜店長のライブ割と賑やかですよね、なんかエンジョイモードやったってことでしょ。なんですかね、まあ、ブラキングさんもね、エンジョイモードやけど、結構ね、熱い演出多いよね。だいぶ炎上してますもんね。ちょっとうまいこと言うとは思ってます。ありがとうございます。時短で引き戻し期待。5で当たったら4も6も格変じゃないから格変入らなそうだよねってことですね。まあ冬さんはね、ちょっと図柄がね、いつもの台とはちょっと違いますからね。気品早く聞きたいよーってことですね。そうね、あのゼブラ系の演出出た時には本当分かりやすくね、泣き声になってましたからね。あ、まだ誰も出てないですか。1回だけ放送あったんですけどね、ゼブラ。あ、ちなみに緊急入院モードはありましたか。緊急入院モードはあの時短中になんか1回だけ入ってたかな。時短中でもあったんか。あ、ありますあります。時短も、はい、2ラウンド過去編あるので、通常からは多分入ってなかったじゃないかな。まだお見せしましょう。お見せしましょうじゃあ期待しております。そうそう、ゼブラね、ゼブラは今のところ2分の1ぐらいやったような気がしますね。1回外れてましたもんね。ブラキングさん、冬ソナのお話とかわかんないんじゃないですか。そうですね、全くわからなくて、昨日ちょっと調べたんです。あ、調べたんや。全然わからなかったんですけど。お母さんとかの世代は見てはらへんですか、このドラマ。おばあちゃんが好きやったの。あ、おばあちゃんなんや、ブラキング、あの主役の男の人の名前知ってる？ペサンですよね。なんで、なんで、なんで？ペサンですよ。ペサン。ペサン。ペサン。それはあの昨日僕が教えたネタなんで。あ、そうだ。ペサンになってる。冬サラの時生まれてたって言ってますね。ブラキングさん。何年前だよ。16年ぐらい。9歳か。さすがに韓流ドラマ見てないよね。ニワシ王子は韓国ドラマみたいな恋愛してそうですよね。どういうこと。韓国ドラマみたいな恋愛、まあまあ大変やと思うけどね。そんなドロ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 して惹かれて実は異母兄弟やったとかね、なんかそういうややこしい話。いや全然めちゃめちゃ普通
通ですよ。シンプル。シンプル。いや、嫌やけどね、そういう恋愛ってめんどくさいよね。ヨン様入院してる最中に車に轢かれに行く演出ってやってますね。確か冬空は2回ぐらい轢かれてたよね、確か。え、そんな轢かれるんですか。あのヨン様も轢かれるし、各四派やったかな、あの一図柄の人と冬図柄の人、あの人も確か轢かれてたはずですね。パクさんも轢かれるんですか。パクさんも轢かれます。ペさんとパクさんが轢かれる。そう、ペさんとパクさんが轢かれる。そう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 。あ、冬ソナ好きっていう人もいますね。結構ね、スペックは海のスペックとかとあんま変わんないんですけどね、結構女性はやっぱりこういうまったりした感じの台好きな方ほんと多いですね。三色かっこいい。昔は好きやったけどな、ミドルしかなかったし。あ、そうですね、確かにそうかもしれない。友人も事故るけどね。そうそう、韓流ドラマほんまに事故率高いっすよね。注意力がないんですか。注意力めっちゃ分析してる。あの、どの韓国ドラマも事故率めちゃめちゃ高いんですよね。なんでやろうね、あれ。だから多分その、あれじゃないですか、韓国ドラマ作ってる人が事故らすときはなんとかなるみたいな。しかもね、知らなくて、あの、その時は意識大丈夫なんやけど、後々その後遺症で目が見えないとか、あの、記憶喪失になるとか、なんかそういうお話が多いんですよね、韓流。ほんまそれって、ね、なかなか闇が深そうです。そうでしょう。しかもまあ結構ほんま日本のドラマよりドロドロしてるもんね。そして記憶喪失ってことで、え、韓国国内の事故率も高いのかなって言われてますけど、いやそれは大丈夫だと思うけどな。建設現場で木倒れてきて怪我するよね、友人って言われてますね。あ、そうやったね。そういえばなんかアニメリーチでもなんかそういう感じのやつあったような気がするけどね、昔。どっちのコントってやってますね。同じ協楽さんでね、昔天国の階段っていう台もあったんですけど、あれもよう事故をしてたもんな。まあ事故して確変っていうのもちょっとねおもろいけど、まあ冬さなね、打ち込んでる方は割とね、もう演出も詳しい方多いですけど、シンプルモードが全くエースが起きなくて、はい、モードしていいですか。あ、もう飽きた。シンプルモードしんどい。エースが起きなさすぎてちょっと。あ、ブルった。あ、これ何、このカットイン熱いですね。ただギジリ、あ、そうか、ギジさんは言ってるのか。ギジさん言ってる。緑保留ですね。お、何これ、なんかエピソードみたいですね。ステップアップ系リーチ、ブルってるブルってる。もうすぐ夏なのに冬にしてる。すごいね、ブラキングさんの台。しかもまあまあ長いね、タイマー30秒ぐらい。でもまあ技術さんは行くやろうな、はい、まあそれは。熱っ。これなんか保留変化だけでも3回しかしてない。シンプルモードやからかな。シンプルモードの熱いところ見たいけどね、そろそろ確変見ようって言ってる、ね、シンプルモード先読み絶対ないんですかね。あー、今どこでもなさそうですよね。赤、熱って。まあ今、花のち晴れ終わっちゃいましたね。そうですね。昨日の火曜日最終回だね。ポラリスって何ですか。あ、それ落ちてきてな、突角とか行くやつや。ああ、ちゃん。いや、発展じゃいます。あ、また激アツリーツ行きましたね。突角は、あの、緊急入院モードなんで。あー、店長、ちょっとあれか。まだわかんないですけどね、これ。メガポラ再始動もありますんで。あかんかったか。さあブラキングさん引き戻しのチャンス。まあまあまあ、まあ、やっぱ軍あれ、あのカットインであかんかな。ブラ熱い。事故るのか事故るのかって言ってくる。赤堀、え、また赤堀。しかもまた金カットイン。で外す。震える意味って言われた。やっぱ歯ブラしちゃうな。ブラ熱い。ブラキング熱い。ブラ熱い。軍がないぐらいやったね。そうですね。いける。おお、すごい。すごい。いやー、引き戻し強っ。強い。やばいっす。僕の座が。よもぎ。次回ニコ生出れないかもしれない。お前ね、振り落とされる。めっちゃ簡単やな。ふるいにかけられる。これ、アマデジみたいやね。赤堀をそんな出んのっていう。あらあら。よもぎ。まあ、ブラゲンは言っとくけど。
当てたらいいと思うじゃないかな。めっちゃ言うやん先輩。お、かっこいいやん。いやー、ええ音だった。ええ音だったわ。それをありありって持っていかれたやったな。やりましたね。かっこやってるわ。かっこやってた、やってた。昇格した、昇格した。あらあら、打ったことないけどこの台は偶数図柄しか当たらないですか。いや、過去編昇格しましたね。よかったよかった。三匹やっと過去編。いや見せれたな。すごいね。いやまこまこさんの立場がちょっと口だけやったよ。まあでも緊急入門の道は僕の勝ちなんだ。そうだ、ワンちゃんにかけてんの。いやもう最初からそこしか手立てない。40分前と意気込みと全然お前はで静かな役を言ってる。あそこでキュインっていう意味言うけど、あでもなったら嬉しいよね。これ SP ですかってやつ。完全な過去変化ですね。いやーすごいな。あもうなんか弱話先読みし始めました。あ一応先読みはあるの。いやもうエンジョイモード書いたんかよ。もうええー、とこ見せよう思って。まあ確かにね。まこまこさんこれちょっと台がハマり気味の時はなんかすんの自分的には。いや何もしないです。あもうひたすら打つ。いやもうもはや画面も見ないぐらいで。無やな。気にしてもしょうがないんで。あとりあえず回す、もうぶん回す。当たるまで打つ。当たるまで打つ。はい。え最高ハマりとかあるんですか。朝から行ってとか。朝自分で打つか。1300か400円ぐらいですね。あ、あるんや。それでもあれくじけずに打つんですか。いやもうどこまで行くんかなっていう。もう当たる引くまでになってるよね。朝から行ったらすごいな。やっと見た。なんで冬ソナって人気なんでしょうねって言われてますけど、店長この辺はどういう感じですか。なんでか。なんでやと思います。おもろいっすもん。みんな恋愛好きなんですよ。あキュンキュン、キュンキュンしたいんかな。ドロドロしたんだ。ドロドロしたな。だってね、ほんまにこれ見ながら泣いてる人とかいたからね、昔ほんまに。冬ソナ専門店とかありましたからね、昔。すごかったけどね。ヨン様の学生服笑える。このヨン様まだ生きてんの。生きてますね、今実業家らしいですけどね。恋愛モードって。そう、恋愛モードは格変ですからね。今日の私のジューシーハニーより続こうかな。ちなみに時短からの引き戻しで5連したいようですよね。すごいすごい。自己理想ってやつですね。パチでよく1300はすごいってやってますね。天井内のみ1300はすごいわってやってね。もうなんか向きになっちゃうよな。でもな1400到達した。向きましたね。1300がハベルなんだね。手にパチで。あ、レインボーやー。いやまあ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 、ブラキングやば。いやまあ核変中やからな。それは当たるよ。それが核変機やから。まあ核変濃厚でしょうね。核変濃厚やろうな。いやすごいわ、レインボータイマンはすごい、うん、これ通常やったら嬉しいんやで。核変中別に当たるめっちゃ言う。だってこれ外れてもどうせまた当たんねんか。喜んだってや。一人で1300はすごい。王子のやったぶん。あー変わりました。あーいやもう過去編のね、まあ、レインボー出てますから。あーおっ、あーヘアバイブおまこまこさん全部取られてるやん。ヘアバイブもあとは緊急入門だけ。確かに今日出てない、1回も出てない。ジューシーハニー2を放送しないのって言ってますけど、ジューシーハニー2多分後半ですよね、多分7月の。いや関東とかが多分7月後半で。あ、関西は早いですかね。いや、関西は8月だと思う。あ、8月なんや、はい、ちょっとずれありますけど、まあ見たい方いらっしゃったらやりたいと思います。たまちゃんとか出てきたらおもろいのにな。誰ですか。あ、強楽マークや。おお、今強楽マーク出てた。変にやん。もうなんかプレミア全部出たね。アップモードだからやってんじゃん。いやすごいわ。あらあらあらって。ジューシー8月かーってね、遠いだーって言ってますね。あと1ヶ月半ちょっとやね。いや、まあ、もしかしたら関東の方が先に放送するかもしれないな。ドイツランキング1位なのに1次リーグで敗退しそうですよって言ってますね。あ、ワールドカップ
今年ちょっとねワールドカップ本当バンクルはすごいもんね。まあでもアルゼンチンは普通にやっぱりリーグ突破できたもんね、すごかったですね。お、なった？ピチューンって言った？いや、わかんないです。ヒヒーンやったらゼブラっすよ、ヒヒーンやったら。いや、多分先読みなんでヒヒーンはないと思う。なかった？あ、青ホール。青、赤バス。もらいました。もろたん？入らない？青は当たる。それ新ホギアちゃうの？それ新ホギア。間違えました。いやー、ブラッキングすごいな。今日のサムネ全部持っていったね、YouTube の。いや、まだ、まだ研究、まだこだわるんや。でも、タマちゃんとか出たらね、それはもう持っていくよ。いや、サムネブラキングが。ブラキングやわな。強烈マークとレインボーはちょっと。ブラキングがレインボーにしよう。いやー、やばいやばい、すごいわ。ほんまや。ブラ上がりとかにしとくタイトル。成り上がりじゃなくて、ブラ上がりにしとく。素直におめでとうと言えない大人って言われて、いい音。ポーズやってな。あ、タイマーだなってね。成り上がりになってやってな。成り上がりになってね。冬。不必要にプレミアム盛りすぎて。いやでもこの大、そういう時ありますよね。もう濃厚やけどもすごいプレミア重なる時ね。写真とかこう集めてる人はもう準備してる人多いですよね。オカルトだけど、こういうのって出そうとしてるほど出ないよね。してる人ほどね。プレミアってまとめて出るから分けて出てほしいですね。まこまこさん、手紙保留来たらカメラ呼んで。しかもね、全手紙保留ね。歌ってはダメとかも言った方がいいですか？歌ってはダメは、あれやれ、長いバージョンやったらいいよ。ボリュームなくなったら呼んで。サムネはヨン様のモノマネでもいいよ。マフラーとメガネ持ってこなかった、ね、それはキレ売り割りのペヤングがやっとったけどな、ヨン様のモノマネね。あ、今日はプレミアがたくさん出ましたね。これでブラキングさん何年目になるのかな、時短引き戻し含めたら。これ3年目になります。3年目、恋愛3回目って書いてます。あ、時短込みやから 4回ぐらいしてなかった？いや、1回通常で。あ、乗ってたんか。はい。あ、そうやったっけ。はい。あ、そう。あ、じゃあ3年か。歌ってはダメからのミクさんリーチ、わらわらって。ミクさんリーチは怖いから信用したかな。あれ行った時点で外れるんで。そうだね、あれゴールド来ても外れるもんね。怖い怖い。まこまこ自身がレインボーに光れば大当たりですか。それはもう余裕ですね。余裕。どこがレインボーに光るん？頭？メガネ？メガネです。メガネ見にくいよね。よく見てたらレインボーになってる時あるんで。なるほど、自分で打ってる時はそうかもしれんな。あ、お、ターテンパイ。いや、もうそんな余裕で外れるから。まあまあ確かにね。俺よく見てるもん、なんか赤テンパイでよく外れてるの見るもん。確かにね、なんか熱い演出があればね、いいですけど。デートしたい場所を。どこデートする？あ、それブラキング誰と、もし彼女おられたらどこデートする？これどこが良かったんやったかな。海岸、あ、海岸か。海岸がいい。保留変化と特化ゾーンに入るのが好きってことね。デートチャンスわらわら。運命のいたずら。まこまこのあそこがレインボーに光れば、おっとこれ以上は言えないもう言うてるけどね、これ。勘弁してもらってください。赤。子供も見てるんだよね、これ。子供もね、まあまあ確かに見てるな。一番ちっちゃい人で6歳ぐらいの子が見てるらしいからね、YouTube。そう、お母さんと一緒にね、見たりしてるらしいですけどね。韓国が1点入れたけど、ビデオ判定になってしまいました。あー、韓国な。あ、踊った、ね。普通に踊ったよ。これ、いい台手、あっさり当たんねんね。海岸行きたかったもんな。え、ブラさんは海岸に連れていくタイプなんだねって言われてますね。あの3つやったら海岸。ちょっと教会はハードル高いよね。高いですね。ねえ、いきなりはちょっと無理やな。ドイツダメじゃんって言われたね。ドイツね、今ドイツ有名選手誰なんやろう。私ちょっとドイツの選手今わからないんですけどね。ちょっと前の選手しかわからない。スウェーデンが 2-0 で勝ってるから韓国はちょっと難しいかもしれませんね。
白浜ビーチですか大阪やったらと言われてますけど、ブラさんこの辺どうですか。白浜は毎年行ってましたね。あ、毎年行ってた、はい、彼女と。いや、友達が白浜に住んでたんで、はい、行ってます。海に泳ぎに行くの、はい、バーベキューとか。そうです、トレトレ市場とか。あ、トレトレ市場、はい、行ってます。あ、行ってるんよ。スマとか行きますかと言ってますね。まあ、去年若いな、やっぱね、すごい、あれ楽しんでるな、夏を。じゃあ、まこまこさん、百列予告来たら教えて。たぶん、そうですね、そろそろ勝手に移動しようかな、もう。勝手に、百列予告出たら教えて言われてる。そやな、シンフォギアって赤響きのフラッシュ来たらね、ちょっと教えてもらいたいぐらい。でも赤フラッシュなんか出ないと、僕、すぐ出らんざるそうに、ぶっ刺さるんで。ああ、そいつが切り札だ、言ってくれる。はい、あれでも体感7割ないくないですか。いや、ベランダの方で僕は9割ぐらい当たるんで。ああ、そう、あれなんか体感5割ぐらいしかないような気するけどな。ちなみに僕今70億のベストを多分10連続ぐらいで当ててるんで。ああ、そう、あれ外れる気しちゃうよ。ノーチャンスでも当たりますか。余裕です。へえ、では最初から当たるんでということはやっぱシンフォギアよう売ってるってことやな。あ、赤や。あ、赤当たったな、これ当たったら早いな、気が早いな。赤は強い。赤強いか。疑似連ない、ノー疑似連やけど。もう緑やってるんで。もうちょっと赤なんで。まこまこキレパンダまだ、まこまこトラ柄まだって言われてます。一気に言われてもあれですけど、高尾と何でしたっけ、あと何でしたっけ。百列拳予告とトラ柄とキレパンダ。トラ柄、ニューギンか。まああれよね、ニューギンのトラ柄やったらあの濃厚ですけど、平和のトラ柄は激アツなだけですからね。あ、そうです。あ、なんかハートなってますよ。え、あ、SPSP かな。いや、何も書いてないです、ハートです。ハート大した圧ないで、もう何回も出てるから。出てるああ、店長ももう出してたわ、そりゃ。3-0でスウェーデンが勝ったよってね。あ、スウェーデン進出ってことですね。みんなワールドカップ期間はもう寝不足じゃないんですかね、これ。毎日試合見ててね、朝5時までやってますからね。外れた。外れた。お、ブラキングさん、またデート。さっきこれから当たりますよ。店長の食べたコメントおもろい。何回も出てるで、笑うよね。まこまこさん、魚群は出ないんですかって言われてますね。いや、海打たしたら僕、まあまあやばいですよ。まあまあやばい、はい、やばいしかないよ。あ、もう事故る方でやばいなんかよくわかんないけどね。どやっぱニコ生あかんのかな、俺。今あれよね、3回か4回ぐらい出てるけど、後ろと虎ぐらい絶好調やったの。おう、あれピークかな、うん、あれ一番最初なんで。ほんまやね、あれピークかな。これ大体全部当ててるだ、はい、俺。そうですね、店長は引き強いですからね、昔から。まあ今日はちょっとでもブラキングさんが強すぎるわ。そうですね、僕ライジンもあったらいけるんですけど。もう何でもあれ、ええようなってるやん。だってアマデジってこいって言われるよね、言うかって。もう俺5年ぐらい出てるけど、まあまあで当たってるだ。そうなんです。そうですね、あの茨城時代とかのね、参議院で、ようあの時マックス打ってましたけど、よう当たってましたね、ほんま、あんな短時間で。あ、これは外れる。雪だるまは無理やったんかな。ちなみになんですよ、あの、分かる人教えてほしいんですけど、これ緊急入門どうやったら入るんですか。おい。なんかね、配信で見たやつは、さっきのなんか流れ星みたいなリーチから下に降りてきて、友人があの、あーっていう感じで気づいて、そこから走っていくんですよね。で、ヨン様が惹かれかけてたシーンがあった。まあ、ジャックリーチから行くパターンとね、もう強リーチから多分それに発展したら、ほぼほぼ濃厚なような気もするんですけどね。ありのままで、雪だるま作ろう。まあ、だからどっからでも行くとこですよ、多分。まこまこさん時間ないけど大丈夫。ワンチャン、お前3分当たるんじゃないですか、パズルチャンス。パズルチャンス当たる。一応先読みの一種ですけどね、パズルチャンス。それ冬ソナファイナルでありましたよね、確か。終わりましたよ、パズル。惹かれかけの要素も。庭商店主は人狼で無実な罪なすりつけられて、いつも釣られるもんね。覚えてない、全く覚えてない。いや、人狼やっても庭店長はいつも一番最初にあの追い出されてたね。そう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 、なぜか分かんないけど。そう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 。ありましたね。ドイツに僕を残したくないんですよ。そうそうそう、すぐ追い出されてたね。韓国 2-0 ってね。
え、まさか一時にまこまこの緊急入院モードがっていうタイトルになってますけど。あ、そうなんですよ。時間計ってるんで今。あ、そう。あと2分ぐらいですけど、もうそろそろちょっと先を見に来ないとまずいような気もするんですけどね。なんか先を見ない、いきなり行くんで。あ、いきなりの方なん。まこまこさん1位ちょうどに当てるつもり。特格やろ、特格。そうそう、特格。特格なんで、もういきなりなんで。パズルチャンスは最後の1ピースはまらんやつや。そうそう。昔ね、あのウェディングチャンスかなんかでね、中3のファイナルの時ありましたけどね。いやでもミドルでね、1時間ぐらいでブラさんよう出たね。4箱ぐらいで。そうですね、一応これ振り分けがもう16ラウンドか2ラウンドしかないんで、そこがまあね、いいとこでもありますね。ブラキングめっちゃプラスじゃん、今日めっちゃプラスじゃん。だいぶプラス。当たり早かったしね。はい、これプライベートでしたね。あ、赤や来た。お、違う違う。それ冬ソナチャンス、冬ソナチャンス。新北の無双チャンスみたいなじゃ発展したら熱いんですよ。発展したら発展するでしょ。お祈りしといて。はい。あんま発展しないですよねそれ。試合終了、韓国 2ドイツ0で韓国勝ちました。じゃあドイツ敗退か。あ、残念ですね。前評判通りにはいかないですね、やっぱね、4年に一遍は大変やわ。まあ、明日は日本戦、多分めちゃめちゃ視聴率ええでしょうからね、11時から。いやー、まこまこさん、あと1分やで、そろそろなんか保留、先読み保留とか来てない、大丈夫。カメラフィルム来た、はい、事故るやつ、はい、まあ、だから何やねんって話なんですけど。でもなんかあれやで、疑似連来てるけど。疑似ってますね。お、気づけ気づけってどういうこと。あ、友人にね、友人に気づけってことね、はい、韓国ドイツに勝利したけどスウェーデンが勝ったから予選敗退とか。そっか、じゃあちょっとあれやね、スウェーデン勝ったから残念やね。じゃあもう一つはどこなの、このグループはどこだっけ。スウェーデン、ドイツ、韓国、あとマイクどこだっけな。もう一個があれか、もう確定してるってことだよね。じゃあもうグループ的にはね、この3つで争ってたってことですもんね。あ、当たるんちゃう。おお、またな。あ、店長も、お、また軍来たわ。ブラキング持ち越せなかった。確かに持ち越しやね。あ、白激アツっすね。あ、そうなんですね。あの、私黒アルバムが熱いと思ってたら、これ初代は白アルバムが熱かったみたいですね。そうそう、そうそう、私も黒アルバムが熱いと思ってたんですけど。まあ、赤文字やし。しかも教会やし。で、出てない。あ、メキシコか。じゃあもうメキシコはグループリーグ突破決まってたんですね、じゃあね。あ、メキシコ。いやー、緊急入院モードならず。あ、くっそー。くっそー言うてるけど。試合終了ですか。そうですね、じゃあこれな、多分当たるでしょう。これ最後演出見て。おー、レインボー。おー、レインボー。いやー、もうすごいわ、今日は。やばいっす、完売や。もうプレミアだらけ。吸引もなったしね。ヒヒンだけですね、あと。そうですね、ヒヒンはなかったね、今日ね。おー、キュンキュン。すげえな、キュンキュン言うてるやん。まこまこさんが出したかったやつ全部出してる。ブラキングすげえな。やば、引き強。ヨン様がレインボーになってたって。フワーンってなってたね。いい音やわーで。ね、今日はこのやっぱり、P フラとね、エアバイブっていいよね。あ、ブルった。なんでブルった？ブーブー言ってますわ。最後見ますそれ。あ、先生、ラスチャンスチャン、まこまこさん。ワンチャンあるんちゃう。これで当たったらもう彼僕の勝ちやな。雪だるまこうなったらいいからな。なってましたよ今。なってだから。おお、雪、あ、これちょっと最後見よう。これ最後見よう。これ当たったらサムネで。カンネル。最後にまさかの。ただ緑保留やんな。大丈夫これ。まだすぐ赤なるんで。まこまこ熱いで、熱いでって。ここで外すすぐのがまこまこさんってやってるよ。ただ雪だるま保留はさっき外れてたんやったっけ。おーおー、エアバイブ来てました。嘘来とったんかよ。いや、今こうやった時に
お前なってるやん。ちょっとそれ映してあげて。これ映してください。あのじゃあ、2番目のカメラで映してあげて。ちょっと余裕やな。レインボー、あ、レインボー来たやん。いや最後持ってんな。持っていきました、持っていきました。あ、一応、いや、そういうとこやで、ブラッキング。え、こういうとこやで。はって言われてるけど、最後に見せる。いや、まだある意味マコマコ持ってないよなって言われた。いや、一番持ってない。そう、チって言われた。ある意味持ってない。こういうとこなんで。エアバイブプププって来た。いや、もう来ました。あの、ピンフラなる前に来てました。あー、うわ、なる前やったら直、まあまあ直前じゃん。おってなったな、なりました。ちょっとびっくりした。いや、な、出るんちゃうかなと思って手かんだしたら出てました。あ、マジかよ。おい、入院はようって言われてるけど。入院せんかったやん。いや、今から吸いますよ、多分。いやいや、せえへん。もう図柄揃ってるやん。ターでした。あ、すごいね。じゃあこれでもう2代目確変ということで、お疲れ様でした。すごいすごい。1497まで。あ、頑張ったね。頑張ったね。やったー。まあ、まあ、200ぐらいかな、まこまこさん自身はね。そういうとこ空気読めてないよね、まこまこって言われた。いやいや、ここまで来たらね、もう、本気、ちょっと本気出しちゃいました。みんなに本気出したされたんで。バカにはされてないけどね。パジカ星人待ってたのにって言われてたね、まこまこさん。あ、これで出たらやばいですね。ねえ、ちょっとメーカー違う、コラボがひどい。はい、大丈夫かな。はい、ということで、店長はちょっとお片付けしてますんで。お片付けする先。いやいや、ええで、ええで、最後やってや。はい、俺もう3時まで居残りやから。あ、業者の、ね、方いらっしゃいますからね。ということで、お疲れ様でした。ようふうそのね、一応まあ3人とも、はい、当たりまして、なんと格変に入れたのが2人。すごい、この短時間で。なんか俺がなんかおい、あれで王子って言われてるけど、当ててたね。当ててたんやね。はい、王子相変わらずかっこいいですって言われてますね。あ、これ女性ですね、多分ね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、まあプレミアね、たくさん出まして、ブラキングさん引き強いね、はい、ありがとうございます、ね、で、まあ、まこまこさんちょっとどうなんねんと思ったんですけど、最後言うだけだったな。最後に持っていくもんなんで。ほんまに最後やったね。ブラキングなら空気読んでないんで、ああいうの。まあ、そうだ、もうええよ、何言うでもええよ。言うてもええよ。で、じゃあ今日のサムネどっち使ったらいいですか、ブラキングさんかまこまこさんか。まあ、ちょっとな、ブラキングも初めてやしな、はい、まあ、そうですね。一応なんかレアっぽいのはね、あのレインボータイマーと強楽マーク、まあまあ、ブラキングちょっと隅っこの方にだけ置いて。まこまこメインでお願いします。あ、なるほど。じゃあちっちゃく使っといて。あ、まこまこメインでいいの。まこまこメインでちっちゃくブラキング。あ、マジか。じゃあブラキングさんのなんか強楽マークちょろっとだけこうのそこか、はい、わかりました。あ、じゃあ、まこまこさんはあの4層のレインボーのとこ使う。どうする？映ってたから分からへんけど。修正して映しとこうか。今じゃあちょっと撮っとこうか。あなたの時こうやった。あ、すいません。もうあの多分あれでしょ、エアバイブ来てちょっとドキッとしたでしょ。わーって思ったんやろね、多分びっくりしてたんかもしれないけど。まあ今日は3台打ちまして、3台ともね当たったということで、まあ優秀やったんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。あ、ね、まさかのマコマコメインかよと言われてますけど、まあまあそういった点もね、風ソナまだ導入したばっかりで、全部で何台あるんですかね、風ソナ。何台ブラッキング何台ある、風ソナ。10台です。10台、はい、うん、4円パチンコ10台ですね。はい、ではこちらぜひ、メイン島の方に、ね、ありますので、ぜひ冬ソナファンは、水戸で来てもらえたらなと思います。告知はこっちでいいですね。はい、4月1日、また朝10時オープンですけども、まあ、ちょっと暑い日続きますけどね、ぜひ日曜日、一来決心遊びに来ていただけたらなと思います。あと、ツイッターも、ツイッターね始めておりますので、うん、ぜひこの放送見た人はフォローになっていただいてね、いろいろ、スタッフさんの裏とか面白い写真いっぱい載ってると思いますので。9割僕がつぶやいてます。残り1割は違う人は思い出てる。そうですね。はい、まあ明日は多分ね、もしかしたらサッカーの話題とかね、あのつぶやいてるかもしれませんので、はい、ぜひ、要チェックしてみてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、キワチャンネルは、次土曜日ですね、始動なんてからの放送になりますので、6月最後の放送になります。のでぜひまた見に来てください。よろしくお願いします。ブラキングさんいかがでしたか、初出演。そうですね、ちょっと緊張してて
まあ、ミドル打っていうんで当たるんかなと思ったんですけど、一番当たってしまったんで、一番当たってしまったんでちょっとこうなったね、ちょっと上からやな、ね、まあまあ次回またねどうなるか分からないですけど、またぜひいい活躍ね見せていただけたらと思いますので、よろしくお願いしますはい、ということで今日のチャンネル今日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。それではさよなら、おやすみなさい、ありがとうございました。